ゴゾ島とマルタ島の間にある面積3.5平方キロメートルの小さな島である。島の名前はかつて島に自生していた区民にちなんで名付けられた。静かな島で他の島から隔離された状態で知られる。定住人口はわずか4人しかいない。下記になって観光客と観光業に従事する人の人口が増えると、 公共サービスに従事するため、御ぞ島から司祭一人と警察官一人が大要員としてやってくる。現在、コミノは野鳥と自然の保護区となっている。行政上、ごぞ島南東部の自治体がインシエラムの一部となっている。ローマ時代、コミノには農夫が住んでいることが知られていた。しかし、これまでの歴史で、長い期間、島、の人口は希薄であるか。 ほとんど見捨てられていた。島の岩だらけの海岸線は、険しい石灰岩の断崖によって特徴づけられる。中世の海賊と略奪者が好んだ深い洞窟が、点在する。小美ノの洞窟と、入り江はしばしば、マルタ島とゴゾ島の間を往復するボートが不運な、ことに襲撃された際、海賊の足がかりとなる場所として使われていた。 後年、マルタ騎士団はこの島を狩猟と余暇を過ごす場所として使用した。騎士団は野生のイノシシとウサギを獲物としていた。密漁者たちが捕まって有罪となると、彼らはガレン戦の奴隷として3年の刑を受けた。16世紀と17世紀、コミノは刑務所の場所や規律を乱した騎士たちの流刑地とされた。量刑の軽い騎士は時には、 金庫刑の判決と聖マリア島に配置される危険な職務を宣告された。聖マリア島は島で最も目につく建造物である。1416年に遡る背景を持っており、当時マルタ人らがアラゴン王アルフォンソ5世に敵の侵攻を早くに予告するため使う島の建設を請願したのだった。略奪を重ねるトルコ人、海賊、密輸業者、 イスラーム海賊らがコミの島を、隠れがや、マルタ島とゴゾ島への恐ろしい出撃の足がかりに、するのを防ぐ目的があった。2年後、王は、島の建設計画のために資金を集めるべく、輸入ワインに特別税を課した。しかし、王の金庫に入る金は絶え転用されてしまった。島は、その後200年間、無防備なままで置かれたのだった。 最終的に1618年になって、総長はロフド・ウィニャクール時代のマルタ騎士団が、聖マリア島を、おおよそ島南岸の中央部に建てた。島は、ウィニャクール島、ラスカリス島、ドルダントーラ・マルタ諸島沿岸部一連の防御島の、一つとして形成されている。マルタ諸島の海岸戦争いの有利な位置にあり、マルタ島とゴゾ島間の通信を、大いに改善した。 塔は巨大で、四つの角には、道路のある、四角い建物で、海面からおよそ八十メートルの場所にある。塔本体の高さはおよそ十二メートル、だいたい六メートルの厚さの壁で覆われている。およそ八メートルの高さの台座と高台の上に立っている。百九十八年から千八百年にかけて、フランスに、海上封鎖された間、聖マリア塔は、 スパイ容疑の囚人を収容する場所に使われていた。1829年、新たなマルタの支配者イギリスはこの塔を使用せず放置した。数十年の間、軍人でない地元有力者らの資産とみなされていた。その間には、隔離病院として使われたり、家畜の陶器用織にすら使われていたのだった。第一次世界大戦と第二次世界大戦には、 再び塔が元の目的で使われることになった。1982年、塔はマルタ軍の所有となった。現在は密輸品に対する監視のための足場、会場での渡り鳥りの密漁を監視する監視所となっている。聖マリア塔は2002年から2004年のマビロ範囲に渡る修繕が施された。今日、小美野で最も名の知られた建物として残り、 島内を散策する観光客の目的地となっている。小さなカトリックの礼拝堂は、聖マリア湾王にあり、エジプトから帰還した聖家族に建造されている。1618年に建てられ、1667年と1716年に増築された。元来は、童貞の聖母マリアへのお告げ捧げられていた。コミノに定住者がいなくなった時代。 礼拝堂の長い歴史の中で少なくとも一度は冒涜され、再び性別された。この場所での礼拝堂の最古の記録は12世紀に遡り、この時代の公開地図に見ることができる。住民、ホテル従業員、観光客が出席して、土曜の夜と日曜の朝に礼拝堂内でミサが開かれる。 聖マリア砲台は1716年に南込みの海峡へ向けて建てられた。同じ時代に多種の砲台がマルタ島の海岸線沿いに建てられている。海に面した銃岩のある半円の構造をしている。砲弾には未だ2つの24ポンドの鉄製大砲が設置されている。隔離された位置にあるために保存状態が非常に良いまま残されている。砲台の装備には もともとあった四つの六ポンドの重さがある、鉄製大砲がある。砲台は1996年に修繕された。聖マリア要塞も1716年に、コミの北岸に建設された、付属する防御施設である。しかし、後で荒廃してしまった。騎士団は、コミの島に、軍の兵舎も建設していた。20世紀初頭に、兵舎は、 定期的に隔離病院として使用されていた。二つのプライベートビーチを備えるコミノホテルは1960年代に成長した。聖ニクラウアン王にある。休暇用バンガロー風別荘もある。また、休暇用バンガローと礼拝堂の間には警察署がある。その他コミノの商業事業として、養豚場が島の南東の端という他から離れた場所にかつてあった。 マルタで豚に、皇帝液の流行が起こったため、閉鎖されてしまった。コミノと、続投のコミノと等の間に広がる海は、透き通ったシアン色の海水から、ブルーラグーンと呼ばれている。大勢の観光客や観光船が毎日訪れる。ブルーラグーンは、絵のような美しい湾で、光り輝くような白い砂質を持ち、ダイビングやスノーケリング、海水浴で人気がある。 コミノは映画撮影のロケ地としても知られる。トロイ、モンテクリスト博、スーエプトアウェイが撮影された。モンテクリスト博では、聖マリア島が物語の中で牢獄として登場する、シャトーディフに似せられている。マルタツーリズムオーソリティ、カメノ、アール・プーリーチーノ、カメノ・クリスチャン・フォルモーサ、ストリート、メリーズ・タワー、イン、エイミリタリー・ヒストリー・オブ・マルタ、ガインシエラム。 ローカルカウンシル、プレーセズオブインタレストディニエル、アートヘルワ、サンタ、マリアタワーインカメノディニエル、アートヘルワ、サンタ、マリアタワーインカメノ、ミニストリーフォーゴゾ、イル、グジラタケングナクリスチャンフォレモサ、マップオブカメノイン、エーミリタリーヒストリーオブマルタ、ヨゼフカミッレーリ、エル、アイストージャタンナーシング F、マルタ、トランスレーテッド イントゥイングリッシュアンドエディッドバイキャサリンシャープレス。オンラインアットザミニストリーオブヘルスウェブサイト。ありがとうございます。